大丈夫、ママがサポートするから。あなたが失ったのは言葉だけじゃない。それは自分でも分かっているでしょ。今のあなたは多くのものを失っている。だからそれを取り戻しに行くのよ。ずっと喋れないままじゃ困るでしょ。これは始まりの階段。あなたが囚われているケージへの入り口よ。ケージはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここはケージっていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。はあ、うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。本当の意味での自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている暇は。向こうの僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたいこと。奴らを滅ぼすまで目に焼き付け。私はこれでまた花を潰せる。何への怒り。敵は皆殺しだ。行きましょう、最後のかけらを取り戻しに。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。私スカナというものです。それでは本日も早速動画の方を撮っていこうと思います。はい、というわけでですね、いろいろ言いたいことはあるんですが先ほどまで流していた映像をご覧になりましたか？はい、あれですね、今表示しているこのゲームのですね、オープニング
のムービーになります。いやーもう本当私ですね、語彙力が全然ないので、まあ、こういう時なんかその他の YouTuber さんみたいに、まあ、とてもそのすごい感想とか言えないんですけど、まあ、とにかくね、何が言いたいかと言いますと、まあすごいし、もう期待通りというか、もう期待以上の、まあ、とても、すごい世界観をよく再現したムービーだなと私はもう感じましたね。はい、というわけでですね、本日から何の動画かと言いますとですね、こちら今表示されておりますが、まあ皆さん、目にされたことはあるかと思います。2021年のですね、2月18日からサービスを開始いたしました、ニーヤリンカーネーションの方をですね、今日からやっていこうと思います。で、私ですね、そのニーヤの前のシリーズはどちらもですね、かなり好きでめちゃくちゃやり込んでたので、このですね3作目なのかなにあたるリンカーネーション、非常に楽しみで待っておりました。はい、で本日がですね2月の19日、ほぼもう2月20日なんですけど、に今動画を撮っております。っていうのもですね、まだ初日などわからないこともいっぱいあるので、まあ、とりあえずある程度ちょっと進めてみたりして、動画を撮ろうかなってことで今に至ります。でですね、まず大雑把なストーリーの説明をですね、ここでざっと話したいと思います。はい。で、まあこれどんなストーリーかと言いますとですね、今いるこの場所、まあ謎の場所なんですけど、これですね、ケージと呼ばれている今空間、世界というかまあ空間にいるわけですね。まあ日本語で漢字かって書くと檻なんですけど、ですね、今はこのなんか変な幽霊ちゃん、これママっていう生物なんですけど、じゃなくてですね、普段は女の子を操作しております。ちょっと戻りましょう。ここママの部屋でしたっけ？っていうらしいので。ケージへ戻ろうかしら。はい、ケージへ戻ります。サブクエストで物語を修復した場合は、ライブラリに保管される。そこは、黒い敵も手出しができないから、絶対安全。ケージで歪みを正した武器の記憶と合わせて、ライブラリで確認できるようにしておきましょうか。あ、ライブラリのチュートリアルですね。ありがとうございます。まあ、今ちょっと訳あってこの世界にいたんですが、あら、追加ダウンロード、まあいいか。じゃあこの際話してしまいましょう。はい、ですね。実はですね、ママではなく、あの変な生き物ですね、じゃなく、女の子普段装備操作してるんですよね。で、その女の子が何誰かっていうのはですね、私もよくわからないんですよね。はい。ストーリー中で深く語られるわけでもないので、操作してる女の子がまあ何者なのかわかんないんですけど、なんかですね、毎晩悪夢にうなされた女の子らしいですね。はい。で、なんか、釘輪とか包帯とかいろいろしてるんですけど、その理由はまだよくわからなくて、じゃあなんで主人公がこの変なケージと呼ばれる世界をさまよってるかっていうとですね、まあ目的が2つあるらしくてですね、はい。1つ目が失ったものを取り戻す。そして2つ目が罪を償う。その2つのためにですね、今この世界をさまよっているらしいです。はい。まあ何言ってるのかよくわからないと思うんですけど、まず前者の方ですね、失ったものを取り戻すためっていうのは、この少女ですね、いろいろと何かなくしてるものがあるらしくて、まあ例えば声とか意志とかそういったものをですね、物語を浄化しつつ、まあ物語っていうのはこの黒い敵さんをですね、浄化倒しつつ、取り戻していくっていう話です。あ、この少女ですね、物語の修復、欠片の回収、はい、今ここで説明してもらってるんですけど、ね、これですね、でその失ったものを取り戻すためと、ママ、頑張ってる子にプレゼントをあげたくなっちゃった。あ、ちょっと待って、プレゼント？そう。ねえ、あなたはぬいぐるみかお人形さん、どっちが好きかしら。なんだ、ぬいぐるみかお人形さん、そうですね、どっちかといえばぬいぐるみが好きですね。ぬいぐるみはとっても可愛いものね。そうですね、なんか人型のものって私、でもこのプレゼントは、まあ、ただのおもちゃじゃないのよ。なんか変な恐怖心戦ってくれる心強いお供なんだから。お供の属性は5種類あるけれど、今は火と風しか用意がないの。なんかこれはなんか共感してくれる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、どちらもきっと人型のあなたの助けになってくれるわ。まあ、西洋人形しかり市松人形しかり、私あんまり好きじゃなくて、なんか得体の知れない不気味さというかを感じるんです。火はどうかしら。火はどうかしら。まあ火か風か、まあ無難に火にしていきましょう。じゃあこの子渡すわね。私こういうなんか三属性選べるやつをオプリっていいのかな、あ、買いましたね、ありがとうございます、はい、ちゃんと編成してあげたらバトルの時に会えるわ。あ、ありがとうございます。やり方を教えてあげましょうね。はい、というわけで、
チュートリアルがなんか入っちゃいましたね。あ、編成してくださいと。はい、なんだ、ちょっとグダグダだな。ちょっと音も設定しますね。お、なんかこのかわいい、かわいいのか、なんかまあクマさんもらいましたね。はい、じゃあ先に進みましょうか。はい、これも見るようになるのかな。あ、見るようになりました。何の話したっけ。あ、そうだ、あの少女の話だ。でさっきちらっと話に出てたんですけど、あの物語の修復を今してるんですよね。まあ物語の修復が何かと言いますと、道の向こうに何か見えるわね。ないかな。鳥の置物かしら。え、気持ち悪いな。もしかしてこれが全部襲ってくるとかそういうオチじゃない。まあいいや。なんかね、この世界黒いカカシと呼ばれるものがありまして、それが何かっていうとですね、本来こうなるはずじゃなかった物語なんですよ。まあ要するに物語がこのなんか変な黒い敵さんに汚染されちゃってるんですよ。なんでその物語の中に入って、物語を正しい物語に戻す。だから今のその黒い物語、汚染された物語っていうのは、本来死ぬはずのない場所で主人公が死んじゃったりとか、本来帰ってきて本来会うはずのない敵に会っちゃったりとか、まあ、そういったなんか変な形で物語が歪んでるんで、それを正しましょう。でそれ武器の物語なんですよ、カカシが持ってる。でその武器の物語を、まあ、4つか5つか解放して、武器を浄化しつつ、その浄化したまあ俺っていうのもなんかになんかその少女が失ったものをちょこちょこ返してもらえるよっていう設定が、このゲームの設定、まあ、大まかな設定になりますね。はい。で、まあ、この今広い空間、今私ケージの中にいるんですよね。でこのケージがものすごいでかい構築物、建築物らしくて、誰がどうやって作ったのかもわからないと言って、黒いカカシが何なのかもわからないし、ここにいる黒い敵が何なのかもわからなければ少女が誰かもわからないし、このママっていう生物、後ろについてきてるこの生き物、ママっていう生物らしいんですよね。もう何かわからんと。なんで何もわからない状態で、じゃあとりあえずこの少女が、でなんでこれ失ったの、これとか失ったのかもわかんないんで、っていうので、いろいろと謎を解明していっているところです。はい、というわけでこのそれが、まあ、物語の、まあ、大雑把な概要ですね。はい。でですね、今日の動画なんですけど、まあ、コメントじゃなくて、タイトルにもつけてる通り、今日はですね、ガチャガチャの動画ですね。で、今ですね、ポチッとなと押すとですね、はい、こちら、ドン。はい、ニーアオートマタコラボが来ておりますね。2月の18日の12時から、3月31日に、来月の31日までですね、の12時まで、11時59分か、までですね、ニーアオートマタコラボがあっていて、9S と 2B と A2 が、ピックアップっていうか、登場しております。はい。なのでですね、このガチャ50連引いて、今日の動画さらっと終わろうかなと思います。で、ちょっと引く前にね、確認したいことがあるので、ちょっとそれの確認をしていきます。はい、大丈夫そうですね。じゃあ早速ガチャガチャ引いていきましょう。あ、でですね、私20連ぐらいもう引いちゃってるんですよ。で、9S 当てたんですよね、9S。あの、この子ですね。なので狙いはこの2人、もしくは、既存の星4キャラクターですね。で、提供割合がですね、こんな感じで、このゲームですね、あの最近流行りの、あの某あのゲームと同じようにですね、キャラと武器が同じガチャで出るシステムで、やっぱりキャラ付き武器の確率低くなってます。で、確率が 2% なんですよね。で、まあこんな感じでいろいろ出るんですけど、ま、コラボキャラクターをですね、狙っていきます。アフィオさんとかですね、結構いろんなキャラ、フレンリーゼさんとか、まあ、他のも星4キャラいるので、その子たちもついでに狙っていこうと思います。では、引いていきましょう、10連目。図鑑を50個集めるかたまりましたね。同じじゃなくて、かぶりがないのかな。で、私これ確定率があるとか全然わかんないんですよね。今まででも何回か引いてった中で、なんか、え、この紫が最高レアなんだな。なんかめっちゃ来たぞ。確定数があるか分かんないんですよね。ただ、なんだっけ、扉が金色のやつと、鳥が飛ぶ演出を見たんですけど、どっちも星は確定ってわけじゃないらしいんですよね。だから星3以上確定の演出なのかな。え、あ、あとこれですね。下に降りてパンと上がるときに、レア度が1段階か、白から虹になったことはあんまり、紫になったことはまだないんで、あるんですかね。じゃあ1個目の紫ですね。まあ、武器でもいいけど、お、復讐の残響いいですね。武器全然私足りてないので、レア度の高い。
さあ2個目ですね。何でしょう。はい、おトゥービー、いやこれは嬉しいですね。ありがとうございます。はい、解放ですね。トゥービーでついでに武器、ついでにじゃねえ、武器もいただけますと。はい、お、しょっぱらいいしましたね。ありがとうございます。うん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 、いい感じ。じゃあ20連目いきます。これ50連引く前に全部引いたらまあ終わろうかしら。はい、ドアを開けて。あのママって生き物何なんですかね。まあ生き物って言い方も、ママってことは自分の、まあ、親族か肉親か分かんないですけど、なんですか、ね、最初なんか檻みたいなのの中にいるんですよね。で主人公が近づくとなんかその動画を、なんかアドバイスって教えてくれるんですけど、よくわかんないですね。はい、おおすごい。でこのゲームですね、その前作のニーヤー、まあ、前作ニーヤーオートマタですのとかの世界観をすごいよくイメージして作られてるんですよね。なんであのもう前作やったことがある人、前々作もなんですけどからするとこの世界観っていうのはもうすごいその馴染みがあるというか、あ、これを待ってたんだよっていう世界観でしたね。でこれがですねスマホで無料でできるとい う、 もうすごい時代になりましたね本当に。はい、もう世界観ソシャゲになったからといってその世界観を一切崩すこともなく、ドアを開けて、はい、本当に神ゲーです。お、鳥が飛んだけど、たまにこの鳥が飛ぶと金が虹になったりするんですよね。あとは A2 だけなんですけどね。おお、ありがとうございます。初めてかぶったな、これ。かぶったらどうなったかしら。あら、あ、うんなんか限界突破素材か何かになるんですかね。全然わかんないですね。でこのゲームやってみてちょっとなんかいろいろと、まあ、いいとこ悪いとこを見つけたんですけど、まあ悪いところ何個か、まあいいとこばっかりもあれなんで悪いところに挙げると、おまたキャラが当たった。いや星さんでもキャラクター当たりにくいような気がするんだけど、 ありがとうございます。何これ、モンミゼット、なんか怖いはい、おお、まあ、言ってですね、私このゲームでやっぱりうーんと首をかしげたのが、2つ、今のところ2つなんですけど、強化素材の、なんでしょう、その、使用の個数の量の多さと手に入りにくさ、あとやっぱガチャが渋いですね。あ、やっぱなんか限界突破素材になるのね。あ、ありがとうございます。はい。で、30連目ですね。40連目ですね。いきましょう。はい。これはちょっとですね、私も、首をかしげるところなんですけど、かなりその素材がいるみたいなんですよね今のところ。一番レア度、うわお、ちょっと待って、これは渋いな。最高レア度の、ね、強化素材、手に入りにくい割にレベルが全然上がらないし、しかも普通にこれ難しいんですよね先に進むのが。まあ、なのでそこちょっと苦労するなーっていうのが1点あるのと、まあ、もう1個このガチャちょっと確率やっぱ低いですね。まあ、武器とキャラが同じになってるっていう時点でこの、まあ、某じゃああんまり他のゲーム出すのもあれなんで名前言わないんですけど、あのまあ外とかが含まれてるあのガチャみたいな感じですよね。やっぱりあのキャラクターが欲しいじゃないですかこういうゲームって。有利に進めるためにも強いキャラクターが欲しいわけで。おお、またキャラだ。ありがとうございます。やっぱそうなるとガチャのこの確率の低さっていうのは少しネックになりますね。じゃあラスト50連目引いていきましょう。はい、お、金ですね。これ星3以上確定みたいですね。いやちょっと確定演出見たいな。金が来て鳥が飛んだってことはワンチャン金から虹になってくれたりとかしないんですかね。虹じゃないね、紫ですね。はい、ほう、あれ、おー、
った。あんな風になるんですね。初めて見たかも。まあ、できればこの金のところで、おお来た。すげえ、初めて見ただったわ。あ、ありがとうございます。星4武器ですね。はい、あ、ありがとうございます。はい、というわけで以上50連でした。星4武器があれは後でします。星4武器が3つに、2B が当たりました。いや、ありがとうございます。いや、もう私は満足です。はい、で結構星3のキャラも当たりましたね。というわけで最後に確率を見て終わりましょう。はい、確率こんな感じです。やっぱ渋いっすね。星3のキャラ付き武器でも 5% なんですよね。はい、いやー、だからなかなか引けたんじゃないかなというところで、では本日はですね、終わろうと思います。あ、で一つ言うの忘れてた、皆さんお久しぶりです。なんでこのタイミングなんだよって話なんですけど、やっぱりその前にやめた動画を、前に動画を見てから1年くらい空いちゃったのかな。確認しておけるって話なんですけど、はい、まあ、なのでちょっとお久しぶりですと挨拶だけ、はい、というわけでですね、本日は、本日の動画はこの辺にしていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。